一世のでバンバンザイ、ジジです。ミユです。ナナです。はい、ということで、はい、まあ、バンバンザイですね。実はとあるプロジェクトをとあるプロジェクトを、はい、皆さんにちょっとお知らせしたいなと思ったんですけど、はい、まあ、そのプロジェクトをするきっかけになったことが去年の冬ですね、はい、約1年前ぐらいに、まあ、しっかり本格的に始まった、うん、なんかもう 1年経つんだね。ね、早いよね。難しすぎる。この後にあのちょっと VTR を見てもらおうと思ってるんですけど、はい、そちらの VTR に全ての真相を話しているんですよ、はい、で前編がバンバンザイのチャンネル、後編がユーリさん側のチャンネル、はい、もうこれ言ったら大体わかるし、はい、あ、もう、まあね、言いませんよ、もう以上は言いません、うん、ということで、まあ、ちょっと全て動画を見ていただいた上で、はい、明日からの動画楽しみに待っていただければと思います、はい、ということで VTR どうぞ。せーのでバンバンザイ、ギリシです。ミユです。ナナです。はい、ということで本日なんですけれども、本日なんですけれども今噛んだ、うん、噛んだ。舌がね、長いよね、舌が。え、みんな舌どこまで伸びる？いやじゃん、だってこれ舌出してさ、コメントとか。そうだよ、だって俺めっちゃ切り抜かれるもん、舌出したところ見て見て無理俺そんな安い男じゃない。そうだったの？いや、安くないよ。ちっちゃいブロで出るけど確かに先端だけ見せてくれたね。俺、そうそうだよ。そうだね。今回なんですけども、はい、皆さん、もう宵花火は聞いてくれたでしょうか？うん、ありがとうございます。なんか結構あれだったよ、あのなんかミュージックアプリで、うん、今年一番聴いた曲みたいなさ、うん、ランキングが出るらしくて、うん、それ結構1位の人多かったね。え、夕、うん、花火が、うん、そうなの。そう、カラオケとかもあのメンションでね、たくさん歌ってくれた、うん、やばいよね、カラオケのメンション。やばい。しかも、あ、そう、それこそお母さんとカラオケ行ったの、うん、履歴にあった夕花火が。マジ？だってあれ歌詞動画にもすごいしやすい歌でさ、うん、なんか切ない感じで、うん、まあ、私最近ね、あのテレビをね、うん、新しく変えてね、はい、夕花火見たんですよ、うん、ルナの顔が切なくて泣きそうになっちゃってあのね、ジャケットもね、そう、違う違う、ジャケットはちょっとサムネ見てんね、ジャケットはちゃうわまあそんな宵花火なんですけど、うん、まあ、私たち3人の力だけじゃね、はい、あんないい曲は絶対できないと思う、うん、サポートをしてくださったユーリさんがいるわけじゃないですか、はいはい、そうですね。そうで、宵花火の楽曲提供をしてくださったユーリさんのライブとかにもね、うん、呼んでくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、正直ユーリさんがいなかったら、うん、私たち多分歌も出せてなかっただろうし、ああいうねライブとかに出る経験もねできなかったと思うんですよ。で、ほんと全てはユーリさんのおかげ何なの、何個息吐いてる、何なの、はい、まあ、そんなユーリさんにですね、はい、何かお礼をしたいということで、うん、今回ユーリさんに時間を作ってもらいまして、はい、楽曲提供してくださったユーリさんにおもてなしをしましょう。おもてなし。まあ、今日はあのこの後駅に集合して、はい、みんなでちょっと車に乗って、うん、とある場所をね押さえているので、はい、そこでちょっといろいろ裏エピソードとか、はい、いろんなこと話して、でちょっとね、あの私たちからもお願い事があるので、はい、そちらもゆうりさんと会った時にちゃんとした形でお願いをしたいと思います。はい、まあ、お願い事までに、まあ、しっかりとねおもてなしをして、はい、機嫌をもうすごいよくしてもらってちょっと接待だゆうりさん接待する日なんだ楽しみに行きましょう、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、はい、今ですね、はい、ゆうりさんとのその待ち合わせの場所に到着しました。よっしゃ。もう少しでゆうりさん到着するみたいなんで、はいはい、ここでちょっと待機なんですけど、うん、はい、なんか久しぶりに会うよ、ね、いやマジで久々なんだよな。え、昨日いるかなと思って朝4時ぐらいに行ったんですけどなかったどこ狙って行ってんのいないだろゆうりさん札幌に行ったんだぞおかしいだろ。いやでも楽しみですね。ね、楽しみ。ちょっと楽しみ。でも私なんかちょっと不安なのが、うん、あの歌関係でしかやっぱ今会ってないじゃん。そうなのよ。撮影とかでこういう風にさ歌がない状態での会話って何すりゃいいんだろうと思って。しかも向こうも思ってるよ。思ってるかな、うん、でも今日なんかいろいろ聞きたいよね、うん、ゆうりさんのそのプライベート事情とか。そうね、うん、聞きたい。あと嘘つかないかな。あの人はね、嘘つかない性格だよ。本当正直に全部言っちゃいそう、ね、本当。ということでじゃあまあ来るので、はい、はい、待っていきたいと思います。はい、ということで、はい、ゆうりさんと合流しました。はい、こんにちは、ゆうりです。おー。こんにちは、ゆうりです。
なんか濁ってる。やばい、ちょっと今今日パー調子悪かった。俺今日何するか何にも分かってないんですけど。いやもうそれはね。今日も楽しくオフだと思ってほしいですよ。わかりました。わかりました。回ってないと思ってください。オッケー、オッケー。何話しても OK です。何話も OK ね。うん、何のこと言ったらカットしてください。ああ、了解です。お願いします。シンプルね、やっぱ代々木花火、もう毎日のようにメンション来るわけですよね、視聴者の方から。もうカラオケで何点だったとか、私の年内一番聴いてるプレイリスト代々木花火だったみたいないっぱい来て、やっぱその感謝しかない。そう、恩人、はい、はい、ありがとうございます。そこちゃんもすごい。いやもう、なんていい曲なんだと。もう僕、あれですよ、家で普通に、まあ、女の子とかみんなで鍋とかするじゃないですか。自分の曲流しますか。やばいね。俺最近玄太に言われたのが、ライブの時にさ、楽屋とかで口ずさんだりするわけ。はい、まあ、良い花火を口ずさんでて、あいつ自分で作った曲口ずさんでて。でもゆうりさんは結構自分の曲歌ってるイメージあるっすけど。いや、歌うのよ、それが。この間だってサウナで、うん、知り合いから連絡来て、うん、ゆうりさんいたって言って、うん、ドライフラワー口ずさんでたって結構前に来ましたよ。それは激ヤバい。それはかなりヤバいよ。俺どこに口ずさんでたんだ。恥ずかしいわ。歌ってたって言ってましたよ。その時の自分ぶっ飛ばしてる。気づいて欲しかったのかも。いやそうか、めっちゃおもろかったっすけどね。いやでも本当に代々木花火なんか3人ともなんかすごくなんか上手に歌ってくれて、いやー嬉しかったっす。本当にカメラしたの初めてなんだよね、レコーディングで。結構早くなかったね、レコーディングとか。確かに早かったね。なんかこう、みんなでさ、フル歌ったじゃん、はいはい、みんなフル歌って、こっちで組み替えてたじゃん、はいはい、どこ誰が違った。あれの時間見てたの楽しかったよ。嬉しい。いやだってミユの初めてひっくり返った声も見れましたし。確かに本当に大好きなんだよな、あれ。あの時だけ、みんなのことめちゃくちゃ呼び捨てにしてた。こっちでスタッフと喋ってる時に、ここはギュー、ギシギシ、ここはギシ、ここはミユ、ここはルナとかやってるのがめちゃくちゃ楽しかった。いやあれ楽しかったっすね、本当に。一番楽しかったギューの前に。無理かも、もう失敗したから無理かも。ゆりさん、カモ言いすぎるせいでルナが最近めっちゃカモ使ってるんですよ。カモ出てるわ。いや、カモって使ってない。言ってる。もうでもそのブーム終わったよ。終わった。ブームだったんだ。え、それゆりさんの口癖なの。結構言ってる。結構言ってる。俺のこと好きなのかも。無理。しんどいかも。無理。おじさんやから。いや、欲しいわ。こんなキス、これ。何そのおじさんいじり。ひどいよね。さっきね。ひどい。ひどいっす。ひどすぎる。だから今日は仲良くなりたいと思います。ねえ、もうね。だから今日はさ、なんかこう、年は結構離れてますけど、皆さん。はい。さん付けやめようよ、さん付け。え？きつ。ゆうりくんとかで。あ、全然いい、全然いい。ゆうりくん。ああ、確かに。ゆうりくんだったら。いけそうじゃない？いけるっすね。うん。でも、ゆうりくんも、呼び捨てじゃない。ミシルナミユって言わない。全然いい、パカってくる。確かに俺、ゆうりくんから、ギシくんさ、って言われるのさ、うん、ちょっと違和感なんだよ。あ、そうなんだ。年上なのに、うん、あんまくん付けで呼ばれないんで。義士は確かに義士って呼ばれてるイメージある、周りから。じゃあ、ちょっと頑張ってみる。じゃあ、義士で。うん。いや、ちょっと、ゆうりくん、よし。ゆうりくんなれないんだけど。なんだ、ゆうりくん。いいだ、エゴサするときユリくんだよ。でもそういうときない、なんかさ、もしツイッターでギシって打つとギシキモいとか書かれてるかもしれないよ。いや、確かギシくんで調べたら褒めてるのしかないから。あー、そっか。そういうこと。俺一回、おばあちゃんに、なんかそう、エゴサしてんだって、おばあちゃんがユリで。へぇー。なんか、書かれてたなって、はい、俺その時におばあちゃん言ったもんね。ユーリーでエゴさすのやめた方がいいっつって、うん、ユーリーイケメンとかもう絞るんだ。ユーリー歌うまいとかで調べた方が傷つかなくて済む。まあ確かに幸せっすよね。そうそうそう。え、だからそのね、インスタライブ見た。マジ？なんか好きじゃん俺のこと。え、でも歌は好きだよ。すごいストーリーのけてるもんね。ドキッとしたかも。おばあちゃんにもう一つもなんか嫌な思いさせたくないみたいな。そう、させたくないよね。すごいこの人だと思う。そうなの、そういうとこあるのよ。身内大切にするタイプだ。うん。え、おばあちゃん大事にした方がいいから。いや、確かに。絶対そう。おばあちゃん援護さすぎて若いっすね。なんかね、いとこがね、若いのよ。俺の下なんだけど、おばあちゃんと一緒に住んでて、エゴサのやり方教えてるんですよ。エゴサのやり方を教えるんですね。そう。なんか iPad プレゼントしたなんて、俺が YouTube やってるから、毎日 YouTube で見れるじゃん。遠いからあんま会わないじゃん、おばあちゃんとかに。
超いいね。俺も iPad プレゼントしようかも。いや喜ぶと思うよ。そうっすね、うん、あんま合わないでしょ。だって合わないし、しかもめっちゃ言われます、どうやって亮太のこと見れるのみたいな言われるんで。え、本当で言うの？はい。へえ。親戚やもん。親戚しかいないよ。じゃあおばあちゃん子なんすね。そんなこともない。あ、そんなこともないんだ。ただやっぱこう中学とか高校ぐらいはあんまりいい子じゃなかったから、ずっとバンドやってるから全然売れなかったんで、その時はさ連絡できなかったけど、もっとちゃんとした人になってほしいって言ってたから、勉強して、はい、就職してみたいな。でもずっと夢をかけてたからさ、ちょっと恥ずかしいもん、ちゃんとした家だったから。だから音楽成功してから、ちょっと成功してから連絡し始めた。いや、すごい。でもあれってあの他のライブでもいろんなゲストさんが来るわけで、なんでバンバンザイを選んでくれたんだろうっていう。だってリスクあったよ、絶対誰か声裏返ったらさ。いやいや、そんなの関係ないよ。うちらのリスクだ。いや、歌って本当に裏返ることはどうでもいいと思って、俺なんてライブやり直したことあるのよ。歌い直しでパッと撮ったらキー間違えちゃって、あ、やばいってなって、もう一回やり直すとかもあるし、なんか別に全然間違えるのもいいんだし、なんか楽しかったらいいんだと思う。その確かにそうだよね。で、なんかさ、その呼んだやつは、はい、最初、誰呼ぼうって。で、大体まあ今までコラボした人がいいねって言って、で、よい花火は、なんか個人的にすごく上手にできたんじゃないけど、はい、3人が歌ってくれたのを聞いて、なんかうまくいったと思ったから、はい、これかなりいいと思ってなって、で、なんか呼びたい呼びたいって言って、マジで俺本当に気持ちよかったっすもん、歌ってる時。ただね、本当にね、3人が歌うのに作るのってめちゃくちゃ難しい。いや、そうっすよね。いや、ギリギリ。だってさ、男と女、女でしょ、はい、キーもさ、そうか、確かにバラバラだし、あとその恋愛の曲を歌うにしてもさ、例えば女の子だったら女の子の恋愛の気持ちとかさ、はい、その歌詞の一人称がすごく、あ、そっか、女の子が僕っていうのもあるありだけど、君とかしか無理っすもん、ね、そうそう、だからそこめっちゃむずいかも。そっか。え、じゃあバンバンザイの曲作ってる時新たな課題ができたんですよね。だからめっちゃ大変だったね。嬉しいな、本当に。自信持ってカラオケで歌う。うん、歌ってます、マジで。歌ってって言われても出ない。あ、出ない、マジで出ない。誰か女の子にうまいことしたでしょ。いや、でもやろうとしたんかい。やっぱ女の子でも高いってなるんで、だから結構ビュー取るのすごいんだなって。よく出るな。みんなでさ、ライブ出たじゃん、はい、あの時の俺のマイクの位置見た。え、ここは確かに声量ダメだった。声がずっとバーンなってて、めっちゃ良かったっすね。台無しにしてる気がして。いやいやいや、最後喋るみんなでバカ。あとやっぱあれ感動したっすよね、あのライト。いや、すごいよ、なんか俺ああいうのなかったの、うん、あのライトからみんなが今回のさやりました。あれってどうやってなったの？ゆうりさんがなんか言ったんじゃなかった？言ってくれて星みたいになった。あれからは一回も言ってないの。そしたら振ってくれる。すげえ感動すぎる。私の顔になってるよね、その時から。分かる。うるうるすぎて、それで余韻で歌詞飛んだ。なんかみんな潤んでたよね。やばかった。ライブしたくなったよ、また。いや、めちゃくちゃもう自分でなんか曲作りたくなります。作りたくなもう何かしらでゲストで呼ばれたから。マジ気持ちよかった。俺本当に余韻やばかったもん。初めてだったよ。初めてです。あそこホールじゃん。やばい、やばい、本当にやばかった。もっと大きいのもいっぱいあるけど、だから俺ももっとでかいのもやっぱりやべるやろ。てかさ、自分たちでさ言うのが一番さあれなんだけどさ、ゆりさんバンバンザイ好きなんじゃないかなって思うよ。なんか愛を。あー、確かに好き好き。でもさん付けだから無理だよ。あ、ゆりゆりゆりさすがにぶっちゃけた話。さん付けはきついよ。めちゃめちゃさえ言うやん。どう言ってんの今は。遠くね、場所。はい、ちなみに1時間ぐらい。1時間1時間無理かも。めっちゃ無理やん。一旦ドライブスルーの方に向かいます。そうだ、そうだね。はい、なんか食べながら。なんか食べながら。じゃあ一旦向かっていきたいと思います。レッツゴー。スタバが来ました。よっしゃー。ソーセージ
書いてあるんだ。これも最近あのコーヒーのブラックが飲めるようになったんですよ。大人になったじゃん。あ、そうだったんだ。ゴールドブリューみたいな。きっかけは何だ。男の影響かも。なんでなんで。なんでも男の影響に従う。するの怪しいからな、そういう。でもお母さんがこの間来てて、あでお母さんがこれと飲めるよって言って水っぽかったから。あ水っぽかったから頼む。薄かったから飲めるね。そうなんだ。ソーセージパイムサボってますもん。今からなんかゲームしたいけど、音楽にまつわるゲームしたい。これは歌のしりとり。声声いいかなと思って。オッケー。じゃあゆりさん、ゆりくんから。俺から。私しりとり。イエーイ。大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計。うわ。これどこ行くの？ヒャだよ。いいっすね。え、何？ゆりくん今ヒャまで言ったから。ヒャまで言ったから。ヒャはねえ。あるやん、いっぱいね。ヒャでも。ヒャでもあるで。ヒャでもあるやん。ヒャ？いいでいいよ。百年先も愛を誓うよ。よ。よかい。よ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 りよ、待て。ルナ10秒だよ。待て。用意花火とか。あー。え、それありなら。てかさ、夜って言ったじゃん。夜に行くか。あー、あった。あった。いや、もうルナは寝ますよ。ルナだけ寝ますよ。寝たいやん、みんなだって。じゃあもう一戦行こう。今練習だった。じゃあルナからね。来い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 。どんだけ待ってる。寝たいのか喧嘩したいのか分かんないけど、ゲーム楽しいじゃん。来い来い来い。行きます。君を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたてた太陽と変なとこで止めんな。扉開けて、手のひらを太陽に。どういうバカなの？何でだよ。人間っていいな。な。な。アレンジすごかったよ。どう？な。なんか、な、な、涙の数だけ強くなれるよ。よで終わんのずるよな。よでる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 、妖怪でるけん出られんけん。しりとりでしょ、負けない。ちょっと道のりが長いので。道のりが長いので、ついたらまた回したいと思います。はい、バイバイ。ゆるいね、今日ね。最高だわ。じゃあということで、バンバンザイ3人の会場に着きました。やった、今日は3人で楽しもうね。楽しもう。見てください、いい日です。そしていい景色。あー、いい景色だ。ここにハンモックなんかあるんですね。よー、バンバンザイでこういう感じなのさ、久々じゃない？久しぶりだね。ちょっと遠出して、バーベキューみたいな。そうだね、うん、茶化してるの。バーベキュー会場でございます。グランピング会場かな。え、アウトドア系は好きですか？好きだけどしない。あ、しないね。するのめんどくさいかな、多分。うん、ね、いやいや、そんなことないです。今日は楽しみです。そうですね、はい、楽しみましょう。じゃあ美味しいもの食べましょう。はい、はい、みんなちょっと後ろ見てください。普通に、うん、なんか、うん、ダブルベッドあって、でここあったかいんで、はい、寒くなってきたなって思ったら全然途中でベッド入ってもらっちゃって、はい、OK なんで。すごいかも。かもやめて。一旦なんか入る？ちょっと入ってみてや。ね、うん、入ってください。俺が、うん、これ土足でいいの？ダメ。じゃあルナとユーリくんに入ってもらおう。こちらが本日お泊まりをする2組。どうする？今から1組だ。お、2人きりだけど、俺隠しカメラ。ルナここね、そこ。あなたそこ。わかりました、わかりました。はい、まだ初々しい雰囲気があるようですね。いいから入っといて。じゃあ、あとは2人の時間を楽しみくださいと。はい、よし。やっと2人になれたね。こっちだったんだ。お前そっち目当てだったのか。はい、ということで、はい、皆さんこっち向いてください。はい、お腹すきましたか？すきました。はい、すいた。お上手かな。何や。じゃあちょっと
今日はバーベキューしていきたいんですけど、はい、私の助手ですね、岸くん。俺なんだ、俺なんだ助手。岸くん、じゃあ焼いてくんでゆっくりしててくれ。はい。なんかさ、絶対緊張してるって。みんな静か。そう、ほんと。いやでもさ、焼いてる時間ってさ、あ、そう、あとね、ルナは俺らにそういうこと言ってくるとき、自分が緊張してる。ね、ルナの緊張してる時の笑顔わかる。ね、わかるわかるわかる。こういう女みたいな笑顔。女や、女や。女みたいな笑顔するよな。最悪。俺は何ですか、そんな緊張しちゃうの。いや、僕はでももうなくなってきました。いや、私もそんな緊張してないよ。ライブの前に、モノマネした時が一番緊張しました。それ初めてだったもんね。ルナ緊張してるし。緊張するね。なんだよ、分からん。だってほら、お茶もうついでるのに触ってるもん。いや、そんなことない。ルナの癖、緊張してなんか物触るんだよ。あ、そうだよ、ね、触るね。緊張解く乾杯コールあるんで。はい、すいません。ホイホイって言ってくれれば。はい、乾杯。おっぱいチェリーバイキンタマ。おいおい、あの、いや絶対もう関わりたくない。もうそういう顔してるんだもん。親友になったね、今ので。でもそうやって緊張解いていかないとルナがやっぱ黙り込んじゃうんで。で、SNS ではさ、ルナめっちゃさ、ゆりくんの曲とか載せてさ。え、そう、だからだと思うんだ。なんかその、いざ目の前にするってこと。そういうこと。うん。なんで受けなかった。え、ゆうりくんがもうこの人にはかなわないなって思う日本人のアーティストっているの。いや、いっぱいいるよ、いっぱいいるよ。あ、いるんすか。いっぱいいるよ、みんなすごいと思う。ミセスグリアップさんとか。ああ。やっぱああいう明るい曲でさ、あれすごい耳に残る曲をさ、すごい作るじゃん。うんうん、俺は結構バラードの方だから、今のところ。もちろんこれから明るい曲も作ろうと思ってるけど。バウンディさんとか、あ、やっぱおしゃれな曲じゃん。あれもすごいなと思うし、タカヤとかも仲いいけど、うん、はいはい、歌のうまさとかは、うんうん、すげえなと。確かに。そういうのいいね。いっぱい、ね、そういう裏話いいよね。あとなんかさ、好きなアーティスト同士がさ、一緒にご飯とか行ったりさ、なんか関わってる姿見ると、なんか、あ、わかるわかる。やばーみたいな、あっつーってなるよね。推し関係みたいなのでしょ。え、アーティストさんの中でよく一緒にご飯とか行ったりするのは誰なんですか。でもそんなに俺いなくて、うん、でも高屋ぐらいよ、本当に。友達が多い方ですか、少ない方。いや、今の話って分かんなかった。少ないか。でき少なだよ。少ない、ね、だって俺、直人さんと飲んでる時、ゆりくん来て卓球して勝って帰ったもん。それ本当に。そうなの。卓球だけして帰ったの。え、人見知りとかじゃなくてですか。こう、何、喋れるけど、うん、あんまり長くいると喋らなくなっていくから、うん、俺がみんなに楽しさを提供してる時間、できる時間を頑張って、そこからは帰る。あ、そうね。ウルトラマンみたいな。なるんだ。そう、なってたマジで。そうなんだ。で、帰ることに抵抗とかは全くないの。あ、短い時間を盛り上げて帰る。卓球買って盛り上げて帰ったんだ。しかもちゃんと強かったな、卓球。結構強いね。強い。卓球ルームうまい。全然大したことない。卓球はできますよ。いや、俺メニュー表で買ってるよ。ルナティッシュでいきます。何やねん。なんでそんなモノボケみたいな。確かに。もう焼けたんじゃない。もういけます、食べましょう。もういけます。乗せちゃったから。乗せて。怖すぎ。することなくて。ね、こんな感じで。どうするかな。まだ。そっか。絶対興味ないやん。よいしょ。よっしゃ。せーの、いただきます。そこは普通だった。なんか来んだかと思った。確かに、あの乾杯やってからそう思うんすね。いただきます。いただきます。どうだろう。あそら、うまい。じゃがいも、うん、おいしい。もう今年終わりますけど、来年の目標みたいなのあるんですか。俺毎年目標ずっと一緒なんだけど、うんうん、それもどうかと思うけど、うんうん、なんか、なんもない。歌めっちゃ好きで、うん、楽しく歌えてみたいな、うん、なんかこのまま行きたい、うん、このまま、好きなまま音楽をやりたい。うん、なんか何も考えてなさそう、いい意味で。うん、うん、逆に無駄なことを考えない。あ、そう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 。そうね。え、歌嫌いになったこととかないんですか。まあ、日によってはあるときもあるけど、うん、それよりもなんか一回さ、ドライフラワーでさ、1位取ってじゃん、うん、そこから曲出すんだけど、その後出しても1位にはなんなかったの。うん、それは最初めっちゃ気にしてて、うん、1位も取れないじゃんと思って、そこから出す曲出す曲思ってたんだけど、よくよく考えたら別にすごい好きな曲出して、うん、いいと思ってくれる人もいるから、平気にはなったけど、最初すごいなんかランキングランキングずっと見てた。あ、朝起きたら見て、へこんだりするんだ。そんな気にしてばっかじゃダメだなって気づいて。え、ゆうりさんってへこむんだ。へこむよ、
バカにしてんの？でもマジへこまなそう。ね、見せるのがいつもなんか明るいとこばっかだから、ね、まあいいかって感じになってるね。泣くことは泣くことはないけど、そんなランキングで、でもなんか音楽やってるのにランキングばっか気にしてんのつまんないなって。ちょっと YouTube みたいじゃない？ね、チャンネル登録者とか急上昇とかね。あのないんだこれとかね。今は何も気にしてない、自分の好きなようにこんなのを聴いてもらいたいなって言って、泣いたことなさそう、ね、あるよ、泣いたこと。何で泣いた？最後に泣いたのは、最後に泣いたのは100万人いた時にジュンが手紙読んだのよ。その時泣いてたの、ジュンが、それは人が泣いてるのを見るとあー確かに。あ、ライブの時も言ってましたもんね。ライブの時もやばいだから、もう歌ってて泣いてる人いると、その人見ちゃうとやばい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 。確かにな、ライブマジでみんな行ってほしい。本当にすごい、やばいよね。なんかもう自分の期待とか理想のはるか上に、俺すっごい頻度で行ってるんだよ。行ってるよ。言うもん毎回、結局そんな変わんねえぞ。いや毎回毎回なんか CD の音源とさ、同じ歌い方だとさ、俺は嫌だなって言って、バンボブチキン好きじゃん。はい、行くとさ、ライブのごとにアレンジ違うんだよ、歌い方語尾とちょっと違ったり、歌詞が変わったり、それがめちゃくちゃかっこいいなって思ってて、そういうのはなんか歌詞は変えてないけど、歌い方とかアレンジは毎回変えるようにしてる。いや、いいわ、マジで。肉食べてるって何？どんな世界線なんこれ。ライブの時マジ輝いてるもん。なんか褒められてばっかりやりづらいね。今はディスルパート。一回ディスルパート行きます。どこ直したらいいと思う？あのすぐこうやるやつ。え？ガン飛ばすね。それ子供は泣く。子供は泣く。やばい。他なんかある？いやでもやっぱあのたまにあの感情ないのかなって思う時ありますね。どう？はい。感情あります。わかる、なんか感情めちゃくちゃある人じゃない？でもさ、サバってする時めっちゃサバってしてんじゃん。興味あります？人間に。人間に興味あります？あるよ、興味しかないよ。言い方やな。そこやね、多分ここやね。なんか考えることあるの？たまに今後のこと考えたりするの？いや、僕考えますよ、めちゃくちゃ。なんか俺よく言うよね、なんか一周回ってる、回る時あるんですよ。最初 YouTuber になりたいって目標あって、そっから撮ってて撮ってて撮ってるうちに、あれ俺カメラの前で何してんだろうみたいな、たまーになるっす。ちょっと一旦ごめんなさい、玉ねぎ辛すぎて。じゃがいも辛い。じゃがいももうないからね。何の話してるか忘れちゃったね。俺がいい話してましたね、一周回ることがあるって。あ、結構深い話だよね。そう、そしたら辛い、辛いから。ごめんなさい、ごめんなさい。結局みんな結婚願望あるってことだよね。結婚願望あります？ない、今んとこはない。結婚したいなとは思います？思わない。おかしい。え、あんの？そんなの。結婚願望しかないから、結婚はいいやっていう感情がないんですよ、逆に。そう、ルナって3年後決まってんの？ルナだけ年齢ちゃんと確定してます。でもルナ16歳の時から言ったよね、ルナ3年後結婚すんねんみたいな。でももう20歳でしょ。そうだよ。でも23とか23ってこと。誰とできんだろうね。誰となんだろうね。真ん中にいないじゃん。ここはダメだ、この3人はダメだ。3人はダメ。3人では何もないの？いや、一歩出させてみたもん。なんかこう、好きになったり好きになったりとかね。ないね。いやー、いつも今まで。まあ1回ありましたけど。でも、あとは別にないね。ない。そうか、家族になっちゃったね。せーの、ごちそうさまでした。終わり？もっと褒めてくれるんじゃないの今日？いや、まだね、褒める回があるんで。あ、どうも、どうも、任せてください。じゃあ、片付けしたいと思います。はい、ゆる Vlog だから今日。はい、はい、花火イエーイ。俺さ、やっぱ一番さ、MV でも好きなんだけどさ、始まりは線香花火だの部分あるじゃん。あの時やっぱ MV で線香花火の部分とかさ、あってさ、うわ、まあなんか4人で花火したいなってマジ思ってた。いや、始まりは線香花火するじゃん。かかってこい、かかってこい。勝負しようぜ。じゃあ線香花火マジでやろう。本当に勝負なん？オッケー。じゃあ線香花火で一番最初に落ちた人、花火できない。いや、ハードすぎない？ハードすぎない？ゆりくん最後にいつ花火しました？何年も前だから。そんなしてないんだ。なんかさ、ゆうりくん偏見シリーズいくわ。花火つけるじゃん、あの、まだ終わってないのにバケツも捨ててる。ありそう。マジ想像つかん。ちょっと
喋ってない女の子とかに複数人でね花火してて場を盛り上げなきゃっていう勘違いして先行おい食べてみてやねえだよ全然のことなんだと思ったじゃあ勝負でこれミスったらどうしようかな、まあ、とりあえず酔い花火独走してもらいますじゃあ俺が勝ったら3人歌ってよ OK 頼む絶対勝とうぜ俺らで聞きたいから俺は聞きたいよしせーのちょっと俺本気出していい始まっちゃったじゃん関係ないゆりくんの弱いで消えるんちゃう消えた落ちてないよえ、私も終わったんだけどでも終わったちょっともう一回やろうもう一回やろうこれあれインチキタイプやあるんだインチキタイプあとさここ持たなきゃダメだからあ、そうだえ、そうなのほんまに知らないけどじゃあちょっとピンク持とうちゃんとよし、いくよよーいスタートこれ風やばそうやばい喋んなあじゃあこうちょっと待って独唱だよちなみにはいじゃあはい歌ってよ冬花火独唱はいじゃあ俺 BGM 担当やるんでオッケーじゃあキーマイナス3オッケーそんなんできんの万歳で手を振る君の元へ走り出した縁日の小道夕立が過ぎた後の匂い賑わい出した人の声と遠くで聞こえる祭り林このままどっか遠く消えてしまいたいな君がいた夏をあ、落ちたおう、はい、熱い熱いこれアミちゃん、落ちた。停止しました。ミュージックが。なんか落ちてる。落ちてる。落ちてましたよ。焦げたな。もう一回やって。ちょっと待って。線香花火で終わらないっすよ。全て流出花火しました。ちょっと奥に話して。もう一回やって。ラスト。結構楽しいかも花火。さ。歌良かったよすごく。続きは。バンザイ。サビでいいよ。あの良い花火消える頃には君のことを忘れられるのかなこの歌詞はさ花火が消える前に消えたらあなたのこと忘れるってこと違うよ読み返してもう一回えよりくんあれだよ曲の考察受け付けてないらしい俺なんかで聞いた覚えなんか曲は聞く人によって違う感じいいと思う。あ、そうだね。捉え方が自分の人生に照らし合わせて聞いた方が楽しいって聞くから、確かに当てはめて楽しかったらそれでいいと思う。なるほど。え、どういう風に読み取った？うちら三人なりの別に正解の考察を求めてるんじゃなくて、酔い花火をどう受け取ったか三人が。むずいな。え、私は1番と2番でドラマに関連してると思ってて、どっちかがレナ側の。気持ちで、うちかがうちら側の気持ちだったあーはいなんか過去形になってたんよ、私が思うだよねぶち上げようよ、そろそろぶち上げよう一日一般人に戻れるなら何したいですかもうバレない USJ みたいうわ、行けー確かに今行けないっすよね楽しそうじゃん今度行きましょうよ、4人ででもいいよ松の嫌いえ松の嫌いじゃないですかうん、好きあ、本当うん嘘ついてるかもしれない絶対40分待ちとかだったらあ、ルナちゃん並んどいて一番逃げるやんおーすげーわーきれい懐かしいやばいわーからのロウソク2個できたえ、すごいねえ、めっちゃ綺麗やもう一回いった最後並べてんじゃないえ、並べようじゃあ最後並べようあ、そう、じゃあこっちやろオッケーやっぱこういうのやっててあ、こういう曲作ろうとか思う時ってあります思わない俺のなんか理想ぶった切って思い出してとかもあるあー、なるほどでも花火見てっていうのはみんなでして楽しかったなとかあああれ、連続でやってあれ、最後やろうやこれすぐつけないとやばいうわぁ
癒されるよね。終わった。はかない。はかない。じゃあ、はい、花火も終わりということで。はい。マジで、聞きたいことをめちゃくちゃ聞けたし。うん、もうほぼなんか、動く対談みたいな感じだった。あ、そう。そう。良い花火の楽曲提供、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ、ありがとうございました。どうでした？楽しかったですか？楽しかったよ。どうでした？私たちのおもてなしは。あ、よかったよかった。肉うまかったし。もうね、なんか、ゆうりくんといると、なんかオフになっちゃうよね。うん、わかる。自分たちが。ゆるいからね。でそう、そこがまたいい。うん、本当ありがとう。心きれくなる。本当心きれくなったね。皆さん概要欄にゆりくんのチャンネルと、あと良い花火もね、そちらも上がってるんで、はい、ぜひ皆さん、チェックの方お願いします。お願いします。ということで。自由自由なんだから、本当に。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画も楽しみに。バイバイ。バイバイ。Come on.